ゴールが2つ。OK。そこを今日はドリブル突破ね。OK。突破。で、サーバー使って OK です。サーバーからサーバーのパスはなしです。で、さっきのトレーニングと一緒でサーバー2タッチ以下。OK。じゃあやってみよう。欲しい人。はい、欲しい人って。続けて向き作って、そう、つながれよ、つながれよ、誰とつながる、相互どっち足、こだわるよ。 OK。 さっきのトレーニングで説明したけど、はい、ボールがここにあります。中の4人はまずどこを見るの、どこ、ゴールだよな。うん、なんでゴールを見るの、はい、遠くも近くも見えるし、やっぱ自分が目指す場所だからでしょ、そこが、うん、じゃあゴールもボールも両方見えるような体の向きはまず意識してね、みんなが、うん、そうすることで、じゃあシンジその向きだったら相手もボールも見えそうだ、受けて時にエイタがどういう風に寄せてきてるのかが分かるでしょ、うん、それによってさ、エイタが全然来てないならファーストタッチその場に止めればいいし、もしくは来た時にエイタが寄せてきてたらファーストタッチコントロール変わるよね、うん、だそこまでこだわってほしいんだよみんな。